皆さんこんにちは。もう外は真っ暗でこんにちはという時間、時間もまだ15時なんですが、日が短くなりました。国会閉会中にもかかわらず、さあ安倍政治を終わらそう、 11.19 近代集会に会場も前にかぶりつきに座ってらっしゃる方もあるぐらいたくさんおいでいただきまして本当にありがとうございます。私は今日司会を務めます参議院議員の上本美恵子でございます。どうぞよろしくお願いします。椅子が足りなくて今日の講師の半田さんは立たせたまんまでしたが他に座られたようです。すみません。9月19日の未明、皆さんもお忘れではないと思いますが、参議院本会議で安全保障関連法案が強行可決されて2ヶ月となります。あれから、9月19日から10月19日、そして今日11月19日と19日を、私は勝手に立憲主義、民主主義、そして国民国会を無視した踏みにじったことを肝に銘じる、命日、命の命日ではなくて肝に銘じる命日として、名付けております。どうもありがとうございます。私たち野党は本来なら今臨時国会が、毎年開催されている、時期なんですけれども、野党が全野党で、憲法53条に基づいて国会臨時国会の開会を要求してまいりました。しかし全く無視をしたまま、今日に至っております。このことについてですね、憲法53条ではいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその招集を決定しなければならないとあるわけです。安倍政権はこの憲法53条をも踏みにじっているというふうに言えると思います。野党は今日結束して5野党で、ちょうど今16時半から17時半まで有楽町マリオン前でこの憲法53条違反臨時国会を開会したい安倍政権の日抗議をする内戦行動を有楽町マリオン内で行っているというふうに聞いております。冒頭このことをぜひ皆さんにお伝えしておきたいと思います。憲法のあらゆる条文を踏みにじっただけではなくてこの53条をも踏みにじった今この国は状態にあるということであります。それではまず立憲フォーラムを代表して衆議院議員の阿部智子副代表の方からご挨拶申し上げます。阿部さんよろしくお願いします。先ほど上本議員から皆さんがこの暗い中にも真っ暗な国会に来てくださいまして本当に暗夜行路を行くような政治状況が続いておりますけれども、そこに一筋の光、やっぱり主権在民ですから国民が正しい方向に導くという意味で今日お越しいただきましたこと、まずお礼申し上げます。今日は本来であれば立憲フォーラムの代表近藤正一がご挨拶すべきところですが、今南の方面に行っています。南とはどこか、国内で一番南そうでございます。辺野古では今も海上保安庁との攻防戦で意識を失った方が出たり非常にも厳しい状況が続いているわけですが、にもかかわらず国会は開かない、テロがあっても国会は開かない、内閣が改造されても国会は開かない、国会はいらない、主権者の声は聞かない、
憲法はもう安楽死してもらいましょうという時代だと思います。でも逆に今日の主催立憲フォーラムもう皆さんにも馴染んだ言葉だと思いますが、つい2年ほど前までは立憲などということは市民権を得た言葉ではなかった、まあ、知っている人こそ知っているけれども立憲って言われたって何っていうそうした方が多かったところ、やっぱり主権在任主権者が決めるということを私ども有志の議員で一番大事な旗印にして立ち上がった超党派の議員連盟です。そしてこちらの戦争をさせない選任委員会もそうですが、戦争という言葉も実は抽象的だったと思います。でも今フランスで大統領自らが今がフランスは戦争状態だというほどにリアルな私たちの同時代の課題になりました。さてそれを担うのは誰か、今日お話の自衛隊員の話、自衛隊員はもちろん殺し殺される立場に立たされますがと同時に国民にも銃が向くかもしれない存在であります。自衛隊という存在をもっともっと国民に見える化して一緒に考えるために、今日の講師の半田さん長年のお仕事を積み重ねてくださっています。心から今日の、お話に期待されてお集まりくださった皆さんと私たち議員も、自衛隊法の3条には三条ではありません、自衛隊法そもそもですね、国民の負託に負う、自衛隊は国民の負託に負う、国民がオーナーであり国民が決めるんだという法律にのっとったものであります。文字通り主権者がこれから先この国と自衛隊の在り方を決めるという意味で、今日の半田さんのお話が皆さんにも勇気になり、また自衛隊のことをしっかりウォッチしながらご一緒していきたいと思います。冒頭のご挨拶といたします。ありがとうございます。阿部智子衆議員ありがとうございました。講演に入る前に、今日参加している、議員を紹介したいと思います。ちょっと椅子が足りなくて座れなくて後ろの方に立ってらっしゃると思うんですけれども、前ここに見えてます、佐々木隆弘衆議院議員、どうぞ。有田久美子参議院議員、今、江戸さつき参議院議員の元議長でございます。福山哲郎、もう皆さんお馴染みになっております。時間が限られておりますので、福山哲郎、デニーさん、玉木デニーさんも今お見えになりました。では代表して、お馴染みになりました福山哲郎参議院議員に、若干のご報告をさせてください。皆さんお疲れ様でございます。かなりご紹介いたしました参議院の福山哲郎でございます。たくさんの先生方ご出席なんですが、ご指名をいただいてありがとうございます。参議院の夜中の本会議の9月の19日から今日2ヶ月でございます。あの時の本会議の時にしたネクタイを今日はしてまいりました。あの本会議の後いろんな人にすいません、ちょっと怒って聞こえるかもしれませんが、いろんな方から実はありがとうと街中で言われる機会が増えました。逆に言うと私はそう言われると、いや違いますと、あの法律が鍵括弧付き採決ですが、私はあれは採決は有効だと思っておりませんが、しかしながら私たちが力不足で採決が行われたことは逆に申し訳ありませんでしたと街中で今やり取りをさせていただく毎日でございます。今日こうやって多くの皆さんにお集まりいただいたことを本当になんていうか心強く思います。本当にありがとうございます。随分怒鳴りましたけど、私本当はあんな下品な人間ではありませんのでぜひご理解いただければと、若干だけ報告をします。あの9月の19日以降もいろんな団体、そして
この立憲ファンドの会も含めていろんなところで、集会でもそして声を上げていただく活動をしていただいておりますが、今日実は、安保法制反対諸団体との意見交換会2回目ということで、各政党と団体いろんな団体との意見交換会をさせていただきました。でその中で、枝野さんから皆さんに申し上げたことについて若干私かいつまんで申し上げたいと思います。一つは来年の参議院選挙はまさに立憲主義民主主義を守る戦いであって、安倍政治を許さないという思いを持っている国民の皆さんとともに来年の参議院選挙を戦っていく戦いだと言い続けたいと。そしてそのためには一人区並びに複数区において立憲主義民主主義を守る候補者を最大限擁立したいということで今努力をしています。2つ目は特に一人区においてはもちろん立憲ファンドの皆さんもそうですが、いろんな諸団体の方がお一人お一人が応援できるような候補者を擁立 していきたいと。そのためには勝てる候補者をなんとか選んでいきたいというふうに今作業を進めていると。でそのためには多くの市民グループや団体の皆さんが代表団結をしていただくような枠組みを作っていただいて、そしてその中でみんなで応援をしていただくような候補者が必要なのではないかと自分たちは思っていると。だからこそ逆に皆さんのような市民団体の皆さんでも、連携をしていく枠組みを作っていただければと思いますし、どういう候補者なら応援できるのかということについてもアイデア考え方をいただきたいと。そしてそれは来年の年明けなんか1月4日というふざけた臨時国会もしない内閣でございますが、これまた憲法違反でございますが、1月4日に国会が始まるとですね、それぞれで今団体が署名活動もしていただいておりますが、4月に綾原先生や鈴木先生いらっしゃいますが、北海道の補欠選挙というのがあります。でこの選挙は非常に重要で、この補欠選挙に勢いをつけて5月の憲法記念日、そして参議院選挙と年明けから一気に直線に来ます。ですからその流れを作っていただくために、我々民主党としても一生懸命その流れを作っていくお手伝いと、党としても一生懸命参議院選挙に向けて準備をしたいということを皆さんに言っていただいて、皆さんからもそういう対応で一生懸命やっていこうではないかということをほぼいろんなくご意見をいただいて、この継続した議論を続けていこうということで、今日先ほど終わって今こちらへ僕は向かってきました。来年の参議院選挙非常に重要な戦いだと思っております。どうか立憲ファンドの皆さんには安保法案をなんとか阻止し、そして立憲主義と民主主義を守る戦いということで、引き続き、まあ、今日もこんなに来ていただいたところから嬉しく思いますけれども、お力添えいただき、一緒に戦っていただくことをお願いして、私の、直近のご報告にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。あります、講演でありますけれども、東京新聞の論説編集委員の半田茂さんにおいでいただいております。安保法で、自衛隊はどう変わるのかをテーマにお話をいただきます。今日の集会に寄せられた半田さんからのメッセージでは、日本は米国の戦争に世界規模で巻き込まれる恐れが高まりましたと述べられております。つい先日13日にパリで起きたテロ、129人もの方が亡くなるという、こういった新しい事態も、組み込んでお話をいただけるかと思います。では神田さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。40分しか時間がないので駆け足でやります。皆さんのお手元に私の今日の講演のいわゆる短縮版があると思うんですが、なるべくこれに沿ってと話すと、これ90分になっちゃうので短くやります。まずですね、安倍首相が最終的な目標としているのが憲法を変えること、それが目標であることはまあ疑いがないと思いますね。でもしもそれができなければ、今回のように憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使ができる、要するに海外で自衛隊が戦争ができる国になること、
この2つを目標に掲げて、今日まで来たというふうに思います。特に第一次安倍政権、2006年の9月から翌7年の9月まで、たった1年しかありませんでしたけども、この時ちょっとつ盲信でがむしゃらに突っ走ってきたので、安倍首相がやりたいことが実はこの時よく分かって出てきているわけですね。まず首相に就任してやったのが教育基本法の改正、日本国憲法を学校教育を通じて、子どもたちに根付かせていくという特別な法律を、これを根底から変えて愛国心を養っていくための法律にすると。でまた、国民投票法を、強行採決をして、そして憲法96条に基づく改憲規定を、作っていくと、こういう憲法を変えていくための流れが一つはっきり出ていました。でもう一つの流れとしては、もし憲法改正ができない場合には解釈変更をするために、ご自身と同じ考えをお持ちの憲法学者や、あるいは元官僚たちを集めて安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、安保法制懇というのを作りました。そしてここに、報告書を出させた。で安倍さんは7年の9月で辞めてましたので、報告書が出たのは翌年なんですね。で受け取ったのが福田康夫首相でした。で福田さんはこの報告書を見るなりですね、憲法解釈を変えてくれなんて頼んだ覚えはないと言って報告書を、棚上げにした。今思えば福田さんはいい人だったかもしれない。ご存命ですよ、もちろん。で、そういうことがありました。そのような動きがはっきり出てきましたけども、あまりにも強引なやり方が過ぎてですね、2007年の7月の参議院選挙で大敗を喫する。そして党首だった小沢さんが会ってくれないと思うのと言って、政権を放り投げたというのが真相だったと思いますね。で今回3年3ヶ月の、民主党政権を挟んで再び返り咲いた安倍首相ですけども、実に今回は巧みに やってるなと。で最初アベノミクス、要するに、選挙が近づいたらアベノミクスで景気を良くして、そしてなんとなく浮ついた気分にさせて、そして選挙に勝った途端に、国民が嫌がるような安全保障法制をやると、それを上手に、使い分けてきたというふうに思います。 でもアベノミクスの、結果を見ればですね、一部の富裕層であったり大手企業が儲かりましたけども、大半の人々は円安による食料品がの値上がりとか、社会保障費の削減による年金の目減りとかですね、ほとんどの人は僕安倍首相の下で貧乏になったと思うんですね。にもかかわらずなぜあんなに支持率が高いのか、分かったらぜひ教えていただきたいというふうに思いますね。で安倍首相がなんで憲法を変えたいってお考えなのか、その理由は本人がこれですというふうに言うことはないので、なかなか分かりにくいんではありますけども、おそらくこれだろうというのは、やはり母方の祖父だった岸信介元首相がやろうとしてできなかったことをやるんだと。で安保の改正には成功したけれども、退陣を余儀なくされた、そのおじいちゃまの胸をボクちんが晴らすんだというようなことが、一つの理由ではなかろうかというふうに思います。ただ岸信介さんがやろうとしたことはですね、自主憲法の制定によって対米自立を目指すということだったはずなんです。安倍さんはどうでしょうか。これは憲法を変えても、憲法解釈を変えても、いずれにしても対米従属を強めるというような路線に今行ってるんじゃないでしょうか。全く目的が違うと言わざるを得ない。で要するに何のことはない今回の TPP の改定を見ても、牛肉で言えば 38.5% の関税を、これを16年目に 9% にする。で豚肉482円、1キロ当たり482円の関税を、これを5年後にですね、50円にすると。これは 9% とか50円といったら日本の畜産化やっていけません。でさらに言えば、もうすでに日本はウルグアイラウンドで77万トンもの米を無関税で輸入してるんです。そのうちの36万トンがアメリカから無関税で入れている。でさらに今回の TPP の合意によってアメリカから加えて7万トン、合計すると43万トンもの米をアメリカから輸入する。さらにオーストラリアからも7500トンを輸入すると。でこんなに米がどんどん入ってきたらですね、日本の米農家、
これは 75% が兼業農家ですからやっていけません。要するに今回の TPP というのは日本の農業をアメリカに差し出すということを決めたということに過ぎないんじゃないかというふうに私には思います。でもう一つアメリカのために差し出そうとしているのが自衛隊ですよね。安倍首相は今年の4月26日から5月3日まで訪米しました。で4月27日の日にですねガイドライン日米防衛協力のための指針が改定されて、今までは97年に改定されたガイドラインによるとアメリカが朝鮮半島など日本の近くで行う戦争を周辺事態と名付けて、この周辺事態に憲法の枠の中で自衛隊がお手伝いをする、そういう取り決めでしたけれども、今回4月27日の改定によってこの地理的概念を取り外しました。周辺事態ではなくてもいいんです。地球上どこででもアメリカが戦争する場合には自衛隊が出て行ってこの戦争のお手伝いをする、物を運んであげたり武器を運んであげる、そういうことを決めてしまったわけですね。でさらにこのアメリカの戦争が日本の存立に関係するような戦争であれば自衛隊も米軍とともに武器を持って戦うということまでアメリカに約束をしたわけです。まあ、このガイドライン改定によって自衛隊をアメリカに差し出し、 TPP によって農業をアメリカに差し出す、これによって対米従属の体制というのがほぼ確実になったということが言えるんじゃないでしょうか。で憲法を変えたいもう一つの理由というのは、これは自民党が野党だった2012年の4月にこれは自民党憲法改正草案というのを発表していることによります。だから安倍首相は自民党の総裁でもありますから政策を実現する責任があります。ところがこの自民党憲法改正草案というのは私たちの日本国憲法とはおよそ似ても似つかないもの。私たちの日本国憲法というのは国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、これが三本柱、ところが自民党憲法草案というのは天皇元首制、そして国家主義的国家を目標とする、でさらに国防軍の保持で、また私たちの基本的人権や知る権利、これは公益や公の秩序のためには制約されても仕方がないものであるという戦前に回帰するような内容、それが自民党の憲法草案、すなわち安倍さんがなぜ憲法を変えたいか、ご自身の政治的信念であるということと自民党の総裁としての責務である、この2つが憲法を変えたいという理由だろうというふうに思います。じゃあ憲法解釈を変更してまで集団的自衛権の行使をしたいというのはなぜか、これはご自身の著書の中ではっきり書かれている、この国を守る決意という本を安倍首相は2004年に出版されました。そこで岡崎久彦さんという元外務官僚で安保法制局のメンバーであった人と一緒に対談をしている。その中で安倍さんこんなこと言っている。軍事同盟というのは血の同盟です。アメリカは日本を守るために血を流すことがある。日本は憲法の規定があってアメリカを守れない。血を流すことがない。これで対等なパートナーシップと言えるでしょうか。我々の世代には重大な責務がある。それは日米安保条約を堂々たる総務制に引き上げていくことだ。それには集団的自衛権の行使が必要だ。そう言ってるわけですね。これも政治的信念。で、日米安保条約を安倍首相は歴代の自民党首相と違って片面的だというんですね。日本はアメリカに対する基地提供義務が安保条約で課せられていて、これによってアメリカは日本を守る、その代わり日本はアメリカに基地を提供する、これで五分の関係だというふうに歴代の安倍首相を除く首相は全部言ってきた。安倍さんだけ独特なお考えをお持ちだと言わざるを得ない。で憲法解釈を変えなきゃならない2つ目の理由は、これは外務省のこれは思惑であります。日本は周辺国との間でたくさんの領土問題を抱えています。ソ連との間の北方領土、韓国との間の竹島、中国との間の尖閣、特に2012年9月に我が国が尖閣を国有化して以降、中国の領有権の主張は激しくなり、公の船である公船をたびたび日本の領海に侵入をさせ、上空には防空識別圏といって中国政府に断らなければ何があるか分かりませんよというような区域まで作った。で中国との間で毎日、紛争が起きるような場合には確実に米軍に出てきて日本側の応援に立ってほしいと、そういう思惑があるからこそ自衛隊を差し出すということを外務省も考えたと、これが安倍首相と思惑が一致したということが言えると思います。
で3つ目としてはアメリカのアーミテージレポートの影響、アメリカの中で知日派と言われているリチャード・アーミテージで、さらにジョセフ・ナインといった人々はですね、アーミテージレポートを2000年、2007年、2012年3回にわたって発表していて、毎回必ず書かれているのは、日本が集団的自衛権の行使を禁止していることが正常な日米同盟の阻害になっている、これ毎回必ず書かれている。で特に第3次アーミテージレポートは、もしホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合には自衛隊は単独でも掃海艇を派遣すべきである、でさらに南シナ海で、米軍とともに自衛隊は共同監視活動を行うべきである、で原発は再稼働すべきである、まるで安倍政権の水先案内人のような役割を果たしているというようなことがこのアーミテージレポート、僕はこの3つだろう、安倍さんの政治的信念、外務省の思惑、アーミテージレポートに基づく対米追随の姿勢、これが今回の憲法解釈の変更につながっているというふうに私は思います。で安倍さんはですね、去年の12月に衆議院を解散しました。でこの選挙でもうすでに衆議院の3分の2を取ったわけですね。憲法第96条に基づく改憲規定、衆議院、参議院、それぞれの総議員の3分の2の賛成の発議を持って国民の承認を得なければならない、その半分をもう到達したわけですね。で安倍さん、今年アメリカに行ってこの安保法制を夏までに成就させると言いました。でなぜ夏までかといえば、来年まで引っ張るようなことがあれば来年の参議院選挙に悪い影響を与える、そういうふうにお考えだからですね。ですからなるべく早くこの法律を上げてしまえば、国民はみんなバカだからきっと忘れるだろう、そうかもしれないと思いますけど支持率上がってますからね、また。でそういうことを考えて、そして来年の7月の参議院選挙では何としても与党だけで3分の2を取ろうというふうに考えているわけです。でさらにですね、去年の12月に解散したことで、もし解散しなければ来年で衆議院の任期は終わったんですよ。でそれが2倍に伸びて4年になったことによって、いよいよ3年目、2017年の通常国会あたりで憲法改正の発議が可能になる。で安倍さん、今回たった2日しか開かなかった閉会中審査で本音を言ってますよね。緊急事態条項を定めたいというふうに言ってます。これはおそらく第1回目の国民投票で問う中身というのは、この緊急事態条項、そして財政規律条項、環境権、この3つだと思います。で注意しなければいけないのはこの緊急事態条項なんです。で麻生さんはうまいこと言ったなと思うんです。ワイマール憲法をナチス憲法に変えた時のようにこっそりやろうと、麻生さん言うことなんでやっぱり間違ってるんですね。ナチス憲法というのはなかったんです。全権委任法というのがあった。で全権委任法というのは、ヒトラー内閣はワイマール憲法に違反する法律を制定することができる。まさに安倍内閣が狙う緊急事態条項というのはこれなんです。自然災害が起きた時にその災害復旧を急ぐためなどとおそらく言うでしょうが、これは今回の安保法制に基づいて自衛隊を海外に派遣する時にこれほど使い勝手のいい条項はありません。今回の法律の中では、いくつも国会の承認は原則事前と書かれている。例えば日本が海外で集団的自衛権の行使を行う、存立危機事態、またアメリカ軍などの後方支援を行う重要影響事態、この法律はいずれもですね、この国会承認は原則事前なんです。ですから今回緊急事態ですと言って安倍内閣だけで自衛隊を派遣してしまって、後から国会に事後承諾を求めるということももちろん可能になるということなのであります。で、まだ皆さんご存知の通り、もうすでにこれ特定秘密保護法というのは制定されているわけですよね。で特定秘密保護法というのは、この安全保障に関すること、4つのうちの1つがこれなんです。だとすると、安倍さんが国会に出てきてどんな議案の提案をするか、想像がつくんです。実は11月の某日、中東の某国に自衛隊の某部隊を派遣いたしました。その任務については隊員の安全確保の観点から特定秘密とさせていただきます。これ以上は申し上げられませんが、必要な派遣ですのでどうか皆さん賛成をしていただきたい、こんなことを言う。そして採決要員になっている与党がみんな立ち上がるというようなことが出てくるんじゃないか。
まあ、それがおそらく緊急事態条項の核心部分になるんじゃないかというふうに私は思っています。でいよいよ4年目ですね、衆議院解散した最後の年に行われるのが憲法9条を変えるための国民投票ですから、安倍内閣はうまくいけば一気にやりたかった全てのことが今回できる可能性が出てきたというふうに言わざるを得ない、非常に恐ろしい事態になってきたというふうに言わざるを得ません。じゃあスクリーンを押してください。でこれからですね、何が起きてくるかというのは、まず短期的、中期的、長期的にいろいろなことが起きてくる。で短期的には現在海外に派遣されている自衛隊の活動が変わる。でその活動がどんな風に変わるかというのは、今からちょっと海外に派遣されている自衛隊はですね、アフリカの南スーダンの国連平和維持活動、まあ、これは1992年から始まった PKO 協力法への参加で、今350名の陸上自衛官が現地で道路を直したり建物を直したり、そういう活動をやっています。でもう一つがアフリカのソマリア沖の海賊対処で、海賊対処のためにアフリカのジブチという国に海上自衛隊が拠点を置いています。で今ご覧になっているのはこれ南スーダンの、まあ、スナップ写真、まあ、こんなところなんです。これわざわざ変なところ選んでるわけじゃなくこんなところ。はい、次お願いします。で舗装道路がほとんどありませんので、まあ、このような道になる。で道路が通らなければ産業も発展しませんので、こういう道を直しに行ってるわけです。はい、でこれナイル川なんですね。エジプトにまで流れるナイル川で、よくご覧になると分かるけどウォータータンクと書いてあるね。ここから水を直接汲み取ってるんです。はい、そして町の中の給水所でこうやって一般の方が飲んでる。でこれで衛生状態がいいわけがないんです。こんなことやってちゃいかんということで、はい、日本の自衛隊がこの水道局で、この施設を直そうというようなこと、はい、で、上にいる日本人の方が JICA ですね、まあ、ODA を使って直していこう、そして現地の水道局の方と一緒に、まあ、計画を練って、はい、で今回はPKO でもオールジャパン体制というのが徹底されています。これは日本の外務省、自衛隊、そして ODA を使う JICA と一緒に、まあ、どんな仕事ができるのかということを一生懸命こう探しながら議論しながら進めると、はい、で現地に出て行って、まあ、この方は外務省の方ですね。そして、どんな仕事をやりましょうかと、はい、で道路を直す。でブルドーザーで、あれは別に引こうとしてるわけじゃないですか。そこでこう道路を直すというようなことを行っている、はい、でこれは UNHCR ですね、スーダンから帰還してきた人々のための家を建てている、まあ、自衛隊にとって建物の建設というのは今回のこれが初めてですね、はい、でこれは空港の駐機場の整備をしていると、はい、まあ、これもそうです、はい、で自衛隊はこれ北海道の部隊が行ってたので、まあ、ピンでも言うという、はい、で自衛隊の3種の人民というのがあります。酒、風呂、洗濯で、この風呂ですね、これは暗いけど今もっと綺麗になっています。はい、洗濯、はい、でこれは医務室ですね、はい、で食堂、これ日本食を食べてで、今はもっと立派なコンテナになってますけど、これは3年前はこんな感じでした。はい、でこれは修例ですね、はい、はい、で自衛隊は実はこれ、この人たち海外のこう PKO の人ですけど、この人たちと、まあ、同じ宿営地の中にいるわけですね。で何が行われるかというと、まあ、これはちょっとその次のジブチの話も見てから、はい、じゃあジブチに行きます。海賊対処で、これ海賊の皆さん漁船なんですけども、そのなぜ海賊と分かるかというと、まず漁網がない、人が異常に多いで、船外機を2つも持ってると。で、はい、こう一般の船とどこが違うのか見分けがなかなかつかない。で日本は護衛艦、はい、を、まあ、2隻派遣をして、そして民間船舶の、まあ、エスコートなどをしていると。はい、で海賊が出てきたら大きなスピーカーで注意を促す、はい、でどうしても止まらない時には機関銃を撃つ、まあ、一度も撃ったことはありません。日本はそういう活動をやらない、はい、でジブチの拠点にはこの P3C という哨戒機が2機置かれています。で上空から海賊を探して下を通る船に、まあ、警告を発すると、まあ、そんな活動をやっています、はい、
で中です、隊員たちですね、あれ旭日旗じゃないですよ、自衛隊の旗ですよ、たまたま一緒なんですよ、はい、はい、でこういう形で、まあ、エスコート、あの上の方にいるちっちゃい船が護衛艦ですね、はい、で日本国自衛隊派遣海賊対象行動航空隊で、コンクリートで壁が、あの塀ができてて、これ直でちょっと帰ってくるつもりないなというのが分かりますね、はい、でこのような敷地があって、後ろにも格納庫もしっかり作られて、私が行ったのは7月の初夏だったんです、はい、はい、出ました55度だいたい60度ぐらいまでなるところですから、隊員の皆さんはあのコンテナでも道路の、あの廊下まで全部コンテナで覆われてクーラーが効いたところで活動しています、はい、でここに陸上自衛官がおよそ50名いるんですね。この人たちの役割はあの飛行機を守ったり、まあ、宿営地の警備をするということなんです。でああいう、まあ、なかなかこう物々しい格好をしていると、はい、でこれは隊員の食堂、はい、体育館ですね、はい、はい、出ましたお風呂あの富士山のタイルの絵こんなことやってる暇があるだろう、はい、でビリヤード場、はい、まあ、床屋さん、はい、じゃあ、まあ、以上です、いいです、また後でしてください。であのこの2つの活動が短期的にはおそらく変わるだろうと、で今回国連平和維持活動協力法、これも変わったんですね。安保法制の中の改正された10本の中の1本が PKO 協力法で、何が行われることになるかというと、おそらく駆けつけ警護というのをやることになるだろうと思います。でこれは日本の NGO やあるいは他国の PKO 要員が武装集団に攻撃をされたときに自衛隊が駆けつけていって、まあ、武器を使ってでも、まあ、無事に救出をしてくるということであります。で11月に、中部方面隊と言われるその名古屋や大阪の部隊が行きますけども、来年の3月から任務が付与されますが、おそらく、今回出ていく部隊はそれはやらない。で来年の5月に北部方面隊といって北海道から行く人たちが順番を待ってますけども、ここから早ければここからやる、でも7月の参議院選挙を意識してやらないで次の11月からやることもあり得る、まあ、そんなことを今防衛省の中で考えている。で駆けつけ警護というと確かに、いいことですよね、その困った人を助けてあげる、だけど実際にそんな簡単なことではないんですね。 できるかといえば私ははっきり言って相当難しいと思います。で例えば去年の7月に、パリのテロをやったあのイスラム国、まあ、IS に捕らえられたアメリカ人ジャーナリストとその助手をですね、シリアから救出をしようとして、あのアメリカの海軍の中にある特殊部隊シールズって言うんです、シールズ別のシールズがあるんです。でその人たちウサマ・ビンラディンを殺害したのも彼らシールズ、まあ、要するに世界最強の米軍の中の最強の特殊部隊、この人たちが失敗をして結局ジャーナリストと助手2人とも殺害をされると。で世界最強の米軍でさえできないのに自衛隊ができるんだろうか、そういう疑問がありますよね。で今年の1月皆さん思い出してほしいのは、あの IS に捕らえられた後藤健二さんと湯川春菜さんのお二人がオレンジ色の服を着てカメラの前に出てきました。だけども日本政府はあの二人がどこにどのような状態にいるか最後までわからなかった、お二人が殺害されたと言われる今もどこにご遺体があるのかもわからない、要するに我が国は海外で十分な活動ができるほどの情報を持ち得ていないということなんです。で情報がなければどこに駆けつけていいのかさえわからない、だから気分的にはなんとなく安心は高まるけれども、本当に使えるんですかこの法律はというような話がおそらく出てくるだろう、まあ、それが PKO の変化であります。もう一つはですね、ジブチに先ほど拠点を置いたというふうに説明しました。あそこを拠点にして国際平和支援活動というのをやろうとしています。これはアフリカの国々に対してあの自衛隊が持っているあのいわゆる、インフラ整備の技術を教えていること、これは悪いことじゃないんです、悪いことじゃないけれどもよくわからないところが出てくるのは、今年の2月に ODA 大綱変わりましたよね。で軍隊であっても非軍事活動であればこれは物を買ってあげてもいいことになる。例えばトラックとかジープとかそういう車両はどうなんでしょうか。
確かにインフラ整備には必要だというふうに言えるかもしれないけど、これは戦争の時に兵士や武器を運ぶ道具にもなるんじゃないでしょうか。だとするとジブチを拠点にして平和の活動をアフリカの皆さんに教えると言っても、その後の ODA と絡んでいくとどうなるかわからないよと。でもう一つはですね、先ほど50名程度の陸上自衛官がいると言いました。あの彼らの中には相当スキルの高い人たちも含まれている。そうすると先ほど駆けつけ警護という話をしましたけども、もう一つ今回自衛隊法が変わってですね、もし危機が起きた場合には自衛官が海外から日本人を輸送することができるという法律に加えて、今度は保護ができると。保護ができる、要するにこれ見方を変えてみれば駆けつけ警護ができるということにしたんですね。で日本はあのアフリカのジブチにしか拠点がありませんから、皆さん覚えてると思いますけど、アルジェリアで日記によるあのテロ事件、日記の社員10名が殺害されたテロ事件がありました。ああいうような場合、北アフリカや中東で何かしらそういう駆けつけ警護が必要な時には、あのジブチに、そういう部隊を置くということも考えられるんではないだろうかということも今検討を始めてきた。でこれができるかできないかっていうのは、まあ、先ほどの駆けつけ警護と同じ情報と能力がなければできないんです。まあそれでも法律が通った以上、もし安倍さんがやれと言われれば自衛隊は嫌でも何でもやらざるを得ないというようなことになると思います。これが短期的に確実に変わる自衛隊の変化で、中期的に変わるのはですね、来年のアメリカの大統領選挙を受けた変化があるだろうと。で11月に大統領選挙があって、でもう憲法の規定でオバマさんはもうこの2期以上はできないわけですね。で来年誰が大統領になってもオバマ大統領ほど武力行使に慎重な人はいませんから、次に出てくる可能性があるのは IS イスラム国に対する地上軍の派遣だと思います。で例えば今回フランスの多発テロが起きましたよね。でフランスは空爆はイラクではやってたんですよ。今回シリアの空爆を始めてこの戦線を広げてますね。でまたイギリスも今シリアの空爆の検討を始めました。こういう形でどん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  IS との戦いが拡大していけば、最終的には根っこを立たなければダメだって話におそらくなるだろうと。で特にアメリカに対して IS がワシントンでのテロを予告しています。で毎日ワシントンでテロが起きて犠牲者が出るようなことがあれば、今のオバマ政権の下でさえ地上軍派遣が検討されるかもしれない。だとすると次の大統領ではもっと確実に地上軍派遣というのが検討される。我が国は今までアメリカの戦争に対してテロ対策特別措置を作って、アメリカのアフガン攻撃の後方支援をやりました。でまたアメリカが嘘をついて、大量破壊兵器を隠し持っていると言って始めたイラク戦争では、イラク特別措置法という法律を作って、その対米支援のシンボルとして自衛隊を送り出した。今回どうでしょう、ガイドラインをもう変えたんです。そして世界規模であなたの戦争を助けますよと約束をして、安保法制でその中身を確実にしたんですよ。だとするとアメリカが IS と戦うときに自衛隊に出てきてくれと言ったら、イラク派遣のようにアメリカからずっと離れたところで人道支援をすればいいですねとはならないんです。間違いなくアメリカ軍の後方支援をやってくれということになると思う。でこの後方支援をした場合にですね、アメリカ軍に自衛隊が武器や弾薬や燃料食料を持っていくわけですね。そうすればアメリカと戦っている IS から見れば自衛隊は敵ですから、そこで自衛隊が攻撃にさらされるということは当然覚悟しなければいけない。でこれを国会の議論の最中に安倍さんは隊員のリスクは変わらないというふうに何回も言ってきたんですよ。で今言ってるようなことが今度起きるんです。でなぜ変わらないのかって聞いたら、もしそこで戦闘が再開されたら自衛隊は活動を休止するんだと。ピタッと止まるから安全だと、そんなままなことあるかいって思うんです。やられちゃうから反撃するしかないでしょうと。でそこで何のことはないアメリカの後方支援と言いながら、自衛隊も紛争当事者になって戦争に巻き込まれていくじゃありませんかというふうに言わざるを得ない。僕はこれ中期的な課題としてかなり現実的な課題、心配しなければいけないのはアメリカからの地上軍の派遣、まあ、すなわち陸上自衛隊の後方支援を求められるということが出てくるんではないですかってのこと。これが中期的な課題。長期的な課題を申し上げればですね、安倍首相の言っていることがもし本当であれば、すなわち日本を取り巻く安全保障環境がどんどん悪化している。それが本当であればですね、
日本を守らなければいけない防衛資源である自衛隊を今回の安保法制でみんな海外に出しちゃうわけですね。危機が迫ってるっていうのに自衛隊をどんどん出していったらば、じゃあ誰が守るんだという話になる。これはじゃあどこに話が落ち着くかといえば、防衛費を増やしましょう、自衛隊を増やしましょうということ以外に選択肢はもうないんです。で現在の防衛費5兆円では足りない、自衛官23万人では足りない、じゃあ増やしましょうということになればですね、安保法制というのは日本が国際紛争を解決する手段として武力行使まで始めたということを意味するわけです。すなわち日本は軍事力を強めて安全保障の考え方を変えたとなれば、領土問題で争っているソ連やロシアや韓国そして中国が日本を警戒するのはこれは火を見るより明らか。で過去特に25年連続して、2桁で国防費を増やしている中国、でこれが日本が今検討を始めたように南シナ海に自衛隊が出ていけば、その報復措置としておそらく今度東シナ海に彼らが出てくる。でさらに国防費がどんどん増えていけば、まあ、中国を警戒してベトナムやフィリピンも国防費を増やす、ベトナムが国防費を増やせば隣国のタイやカンボジアも増やす、で中国が国防費を増やせば国境を接しているインドが警戒をして国防費を増やす、でインドが増やせばパキスタンも増やす、これは日本を起点としたですね、これは安全軍拡競争が始まっていくと。安倍さんは今回の法律の選定で日本はますます安全になったと言うけど、逆じゃないですか。日本はますます危険な国にならざるを得ない、しかもアジア全体に悪い影響を振りまいているというふうに言わざるを得ないというふうに思います。でこれはですね、まず安保法を廃止しなければいかん、廃止するためには最低でも来年7月の参議院選挙で勝たなければいけない、特に32ある一人区でここで圧倒的に勝つ必要があると思うんです。で仮にですよ、仮に32全部取れなくてもね、25でも仮に野党が取れば安倍さんは退陣せざるを得なくなります、まあ、そういう変化がおそらく出てくると思うんですね。でまたですね、これ変な話なんですけども、今回の9月19日の本会議よりちょっと前に札幌の弁護士さんたちがその全国の自衛官に対して電話相談を開始したんです。で2日間だけの電話相談でしたけども、2006年に全国の6カ所の弁護士会で行った時11件の相談があったのに対して、今回札幌1カ所だけにもかかわらず35件もの問い合わせがあったんです。でそのうち身分ははっきりした中でこれ特徴的だったのは、自衛官のお母さんという人が11人で、自衛官の妻という人が4人いた。そしてこの人たちの相談の中身というのが、息子や夫を自衛隊から辞めさせたい、どうしたらいいでしょうかというような、そういう問い合わせだったんです。で前のイラク派遣の時にやった時の問い合わせは、この夫がどうやって安全に帰ってくるか、それが心配でなりませんという、そういう一般的な相談でしたけども、今回自衛隊を忌避するという、そういうムードが色濃く出てきたというのが特徴的なんです。これは自衛隊の皆さん相当今悩んでるわけですね。でまた今回の世論調査を見ると、安保法に反対するという国民世論は半分以上いるわけですね。で国民に指示をされない任務をこなすこの辛さと、自ら危険に飛び込まされるこの危険さ、これを彼らが本当にちゃんと受け止められるんだろうかという心配が出てくる。僕ら彼らの悩みも救い上げてやる必要があるんじゃないか、そんなふうに思えているわけです。で来年の7月までね、まだ時間があるし、7月に仮に勝ったとしても、これは与野党は逆転しない、それは政権は転覆しないんですよね。衆議院選挙で勝たないといけない。で来年の7月に同日解散もあるかもしれない、同時選挙もあるかもしれない、まあ、今度はぜひ野党の皆さん油断しないでお願いしたい。でさらに言えば、まあ、ずらしてね、2年後3年後にやるかもしれませんけども、とにかくこの選挙で勝つということ、そして選挙で勝つためには運動の声を、運動の炎を絶やさないということが大事なんです。でその日までこれは粘り強く愚直に戦い続けていく以外に私たちには方法がない。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。自衛隊の
の活動、具体的な活動、どのようなことが行われているのか、なかなか国民、私たち一人一人知る機会がないんですけれども、あの映像とともに、教えていただきました。非常に短時間で、半田さんにはもっともっとお話を聞かせていただきたいし、今聞いただけでも、なかなかいっぺんに頭に入ってこないというところもあると思いますので、何かに書かれるといいなと思いながら、聞かせていただきました。今日聞かせていただいたこの内容も含めて、安倍政治を終わらせるために、私たちがそれぞれの場で何をしなければいけないのか、何をしたらいいのかということも、ぜひ知恵を出し合う場をそれぞれの場で作っていただければというふうに、思って聞かせていただきました。それでは時間も限られておりますので、この後、戦争をさせない千人委員会の、勝島さんの方から、今日この後6時半からの国会前行動と今後の活動について提起をお願いします。例えばご紹介をいただきました千人委員会の勝島でございます。この間の戦いのさらに強化をする、そのためにいくつか私の方から当面の取り組みについてかいつまんで提起をさせていただきたいというふうに思います。そういう意味では今半田先生のお話にもありましたけれども、来年の7月の参議院選挙に勝利をする、そのために運動の火を燃やし続けるという立場から当面する課題について提起をさせていただきたいというふうに思います。まず一つ目は、今司会からもございましたけれども、いわゆる9月の19日戦争法が強行採決をされた日、この日を私たちは忘れないという決意から、毎月19日の日をそれぞれの統一行動日として定めてまいりました。今日がちょうど2ヶ月後の19日の日でございまして、この後18時30分から国会前で戦争法にを反対をする、そして安倍退陣に向けた決起集会を予定をしておりますので、お急ぎでない方についてはこの今日の夜の集会にもご参加をいただきたいというふうに思います。そして月が変わって12月の19日の行動についてでありますけれども、この日は土曜日ということもございまして、午後2時からオクトピア桜ホール、北区にあるホールでございますが、そこで集会をし、講演なども開催をしてまいりたいというふうに思います。その内容としては、戦争法と自衛隊について参加者の皆さんで考えていこうという企画にしておりまして、元自衛官の方からの発言なども交えながら、その自衛隊と戦争法について、関わりについて討論を深めてまいりたいというふうに思います。ぜひ12月の19日も皆さんの参加をお待ちしておりたい、お待ちしております。そして2つ目の取り組みが、私たちとしては戦争法に反対をする、その取り組みと合わせて反原発の取り組みや、さらには沖縄の辺野古新基地建設に反対をする沖縄に寄り添いながら、これの沖縄の戦いも全国の戦いとして展開をしていかなければならないというふうに考えています。11月の29日、辺野古に基地は作らせない大集会を午後1時30分から日比谷野外音楽堂で開催をしていく予定になっておりますので、ぜひこの沖縄の戦い、いわゆる日本の映し鏡のような戦いでございますので、ぜひ多くの皆さんに参加をいただきたいと思います。そして最後3つ目の取り組みですけれども、先ほどお司会の方々からも報告をいただいておりますが、いわゆる戦争法に反対をする、戦争法の廃止を求める統一の署名についてであります。すでに新聞をご覧になった方についてはお気づきだと思いますけれども、11月の8日に新聞の稿に、私たちは諦めないという広告を掲載をいたしますとともに、その欄に戦争法の廃止を求める統一署名についても掲載をさせていただき、この新聞の切り抜きから署名行動に参加できるという取り組みを進めてまいりました。全国で2000万人を目標に署名を集めていこう、あの日本会議ですら1000万人を集めようということでございますから、この日本会議に負けない、その倍の署名を集め戦争法の廃案を実現させていきたいというふうに思っております。そういう意味では今日受付のところにですね、まだ何枚か署名用紙が残っておりますので、
ぜひお帰りの際にはですね、お手元に取っていただいて、地域や職場でその取り組みの強化をお願い申し上げたいと思います。以上、当面する課題3点について私の方から提起をさせていただき、そして皆さんのご協力をお願いをして、私からの報告に返させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。内容はこの今日のチラシの裏に ありますので、それもご覧いただきたいと思います。それから今の福島さんからもありました日本会議パート2という日本会議の実態、その目指すものパート2というパンフレットが今日できたばっかり、ほやほやです、まだ湯気が出ておりますが受付のところに置いております。一部100円です。ぜひお手に取って読んでいただきたいと思います。今回、改造された内閣25人の閣僚のうち22人は、新党政治連盟という新党政治連盟ですね。そして、うち16人が日本この日本会議のメンバーです。そういう今閣僚がこの国の政権を握っているということを考えますと、日本会議とは何かということを私たちはしっかりと、その実態を見るためにぜひお手に取っていただければと思います。あと連絡事項ありませんか、はい、じゃあ最後にまた私一言言わせていただきます。11月の、最初の土日に沖縄に行ってまいりました。 DV とか の性暴力に対する集会に行ったんですが、せっかく沖縄に行ったのねということで辺野古にキャプシュアム前の、テントのところに行ってまいりました。そこにたくさんいろんなアピールが貼ってあったんですけれども、その中にいくつも安倍政治を許さないという例のポスターが何枚も貼ってありましたし、沖縄は沖縄で辺野古で戦っている人たちと私たちとはしっかりと連帯をして、お互いの課題について共に戦うということを私も感じてまいりました。じゃあ今日の集会これで終わりたいと思います。また12月19日にお会いいたしましょう。ありがとうございました。